願いいたします。安倍総理より辞令をいただき、復興大臣、そして福島原発事故再生総括担当大臣を拝命した根本匠です。震災後1年9ヶ月を経過しましたが、改めて亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。私は発災以来、福島をはじめこれまで被災地に何度も足を運び、皆様の声に耳を傾け、そしてとりわけ福島の復興に全力をかけて取り組んでまいりました。被災地の皆さんの悲しみや苦しみ、その思いを共有してまいりました。その中で国務大臣として復興大臣を拝命いたしました。大変ありがたく考えておりますし、その責任の重さ、改めて痛感をしております。身を引き締めてこの難題課題に当たってまいりたいと思います。この復興大臣としての重責を果たすために、まず復興のスピードアップ加速化と新しい東北の創造、これをしっかりやり遂げていきたいと思います。とにかくこの復興をスピードアップ加速化させる、そして一方で単なる生活の再建にとどまらず、東北を創造と可能性の地としての新しい東北を創造してまいります。そのために3点申し上げたいと思います。第1点は施策の総点検と再構築です。現在の復興施策を総点検して、何が問題か何が課題かしっかりと分析して、その総点検をもとに新たな政策を再構築して、政策を総動員していきたいと思います。2つ目は現場主義の徹底。被災地といっても地域はそれぞれ状況が異なります。しっかりと現場に足を運んで現場主義を徹底する、私は現場に甲斐があると思います。3点目は復興の司令塔機能の強化であります。安倍内閣は閣僚全員が復興大臣である強い決意を持って臨んでおります。とりわけ私の復興大臣は司令塔ですから、司令塔機能をしっかりと強化して閣僚の先頭に立って復興に取り組んでいく覚悟であります。さらに福島原発事故再生総括担当大臣も同時に拝命をいたしました。強いリーダーシップのもとに関係省庁の総力を結集して福島の再生に取り組んでまいります。私からは以上です。朝日新聞の近藤と申します。復興庁についてお尋ねしたいんですが、今大臣はですね、その現場主義でスピードアップということをおっしゃっていましたが、そもそも自民党は復興庁の創設にあたってですね、常駐ですね、大臣の常駐といったことも検討されてたと思うんですが、今後ですね、その現場でスピードアップ司令塔としてですね、被災地に常駐されるようなことはお考えでしょうか。私は被災地に足を運ぶことは大事だと思いますし、被災地の声を吸い上げる、これも大事だと思います。ただ常駐するかどうかについては、やはりこの復興庁で関係省庁と協議をして、関係省庁をリードして施策を進めるという大きな役割もありますから、とにかく現場主義に徹底して現場に足を運んで、そして現場の皆さんと意見を戦わしながら、それを吸い上げて国を動かしていきたいと思います。 NHK の方は、もう一つ最後の方でお願いします。今大臣は司令塔機能の強化ということで強化してリードしてやっていきたいというふうなお話がありましたが、具体的である人員を増員するとかですね、強化のプランがあれば教えていただけますでしょうか。復興庁の司令塔機能を強化したいと考えてますので、復興庁の体制を強化していきたいと思います。復興庁に新たな付加価値をつけていきますから、人員の増強を含めて体制の強化をしていきます。
それでは以上をもちまして根本大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。